福岡銀行カードの皆さん、主人民だ。はい、皆さん、今回の動画でもなんかファンタンの話になると思いますけど、でもとにかく最近ちょっと K-POP のニュースがもっと多くて、私の Vlog が好きな方々も結構いらっしゃいますよ。ペンジュの皆さん本当にいらっしゃると思いますけど、なんか時期によってできる動画がちょっと違うんじゃないですか。私が引っ越ししたばかりの時はやっぱり Vlog 系の動画が多かったですし、でも今はちょっと落ち着いてなんか K-POP の話になりましたけど、とにかく時期によってちょっとちょこちょこちょこ近くなりますけど、とにかくそれだけご了承くださいね。そしてどの理由であっても私の動画を楽しみにしてくださって本当にありがとうございます。ただ K-POP のニュースだけ見たい方々でも Vlog の動画だけ見たい方々でも、どの理由であっても私の動画を楽しみにしてくださっていつもありがとうございます。はい、とにかくってことで今日の動画では、韓国のアーミーが爆笑したジンとユンギのテンションの差について話していきたいと思いますけど、とりあえずなんかですね、私は推しがないんですよ。もちろんいるかもしれないです。もっとかっこいいって思う人は自分の中ではいますよ。ファンタンのメンバーの中でもですね。でも別に推しっていうぐらいのメンバーはないと、なんか最近はいなくなりました。逆にですね、ファンタンメンバーって本当にみんな魅力あるなって、どん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 そういう思いが強くなってきて、今は本当になんか推しがないと、この番組見て私推しがいなくなりました。もう全部なんか魅力がそれぞれあるし、みんな好きってなりました。本当に本気本気、これは本当に。だから私は個人的にこの番組終わった後ちょっと残念だと思ったところはですね、このジンの番組の分量って言いますか、分量が少ないっていう話が出てきて、それが若干なんか話題になったりもしますけど、まあもちろんそこまで問題にはなってないですけど、なぜならそこに対してすぐジンさんが、自分がカット編集をなんかスタッフさんになんか言いましたっていう、そういう話をして、もう落ち着きましたね。でも私は個人的にそれを見て思ったのが、やっぱ推しがいたらですね、まあ推しがいるのは自然なことだと思いますよ。当たり前になんかこのメンバーがもっとかっこいいなっていう自分の中でそういう思いはあるのは自然だと思いますけど、こういう分量の話とかですね、アイドルによくあるあるパターンじゃないですか。まあ、自分が好きな推しメンバーが分量は少ない、だからもっと出してくれよみたいな話で、なんかネット上でそうバン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 なんか言ったりしたら、それが逆に炎上するんじゃないですか。そうなる場合、メンバー誰にもなんか嬉しいことじゃないのを私はそう気づきましたね。なんかそれを見て誰が嬉しいことかなっていうのですね。ちょっと私もどん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 アイドル文化にちょっと深くこう入ってる状況なんですけど、だからこそいろいろもっと深く考えてしまいますよね。だからそういうの推し文化がちょっと行き過ぎると、なんかやっぱりメンバー全員にあんまり良くない影響があるんじゃないかな。だからバンタンっていうチームの雰囲気にも良くないと思いますし、だからそういうのが、なんかバンタンのメンバーも実際になんかそれをちょっと気を使ってる、気にしてるところだと思います。それに対しては私がまた今度なんか動画でする予定ですけど、なんかバンタンのメンバーが推しペンよりはなんかバンタン全て全員を好きにいてくださいっていうのをすごく何回も強調してなんか言ったのがありますので、それもなんか動画にする予定ですよ。とにかく私は個人的にそう思いましたけど、とにかく私はこの二人はですね、ちょっとテンションの差がすごく面白かったですよ。この番組見ながら個人的にはですね、私は推しがいないんじゃないですか。だから見ながら普通にジンがなんか分量が少ないのかも全然知らなかったですよ。なぜならそれ番組が終わった後、私個人的に思って一番面白かったメンバーがジンでしたね、自分の中では本当に。でもいきなりそういう分量の話が出てきて、見てみたら、お、本当だってはなりましたけど、別にその番組全体的に見たらバンタンのためにすごいいい番組でしたのに、そういう感じで逆になんか、うん、ちょっとこういうなんていうかな、うん、ちょっと逆にちょっと邪魔になる、そういう記事が出てきたらですね、私のように一般人はすごく本当に楽しく見ましたし、バンタンが全員好きになったし、なんかジンもすごく面白いなと思ったのに、逆にそうなったらジンがそういう記事を見たら寂しくなるんじゃないですか。だから、はい、とにかく私の感想はそうでした。ってことで、
ジンとシュガの私は登場からすごく面白かったですよ。と、二人が登場しながらですね、なぜなら、ジンが、こうなんか入りながらですね、あ、こういうところに住んだらいいな、って言ったんですね。でもその次にすぐ、約一週間ぐらいって言って、あ、約一週間か、って。私はなんか、住んだらいいなと思って、あ、ちょっと伝統的で静かなところが好きなのかなって思ったら、約一週間ぐらいはいいなって思って、そう言って、面白いなと思いましたし、そしてそこに対してのリアクションするシュガさん、ユンギさんも、すごく面白かったです。まあ、一週間ぐらいはいいかもって感じでですね。もうテンションがもうすごく面白いですね、二人は。とにかく番組を始めて、二人の兄弟はどうなりますかって質問をしましたね。そしたら、シュガーさんも兄がいて、ジンさんも兄がいて、だから二人とも家の中では万年ですね。うん。私もそうですよ。誰が聞いたと。はい、とにかく、でも、ジンさんが自分のヒョンに対して話しましたけど、これがまためっちゃ面白かったですね。高校生までは、本当に自分のヒョンが世の中で一番嫌いな人だったと、そう告白しましたね。それで、それを聞いた、もう、ユジェソさんも爆笑しましたし、個人的に私もすごく爆笑しました。なんかわかる気がしてですね。それで、ユジェソさんが、今はヒョンとどうですかって、なんか聞いたら、それにジンが答えたのが、今はもう、なんか、ヒョンが自分に、ああ、ソクチン様のおかげでっていつも言いますし、愛護ソクチン様っていう感じですね。こういう感じで、ペコペコ頭をなんか、下げる頭を下げたり、なんか、今はもうなんか、ジンのヒョンが、ジンに、愛護ソクチン様っていう感じでですね、ちょっと頭を下げたりとか、そういう感じでするらしいですよ。もちろんこれは冗談ですけど、そんな感じで、なんかすごくもう優しくなったってことですね。でもこれがまた面白い裏のエピソードがありますけど、何が面白いかと言ったら、この番組が終わった後に、ジンのヒョンがですね、自分のインスタに、なんか、写真、なんかジンと一緒にやり取りをしたカカオの写真と、ちょっと文章をあげましたけど、それがめちゃくちゃ面白いんですよ。何が面白いかと言ったら、ジンのヒョンがですね、ジンの兄が、あ、それはちょっとオーバーじゃない、なんか番組でちょっとオーバーだったんじゃないって感じで言って、俺がいつこんな感じにして、ソクチン様知ったのっていう感じですね。そう言った後にすぐ、それよりもさ、もっと低く、そして丁寧なこう態度で、ソクチン兄貴って言ったでしょ、なんで嘘つくのって感じですね。だからもっと丁寧に、もっとこうペコペコしたやん。だからジンが番組で言ったことよりももっと丁寧にそう言ったじゃんって感じで、ジンのヒョンがそう言いましたね。そこに対してジンの答えも面白いですけど、それが、だろうね。だから番組だから、なんか、そう言っただけだよって感じで。はい、そしてユジェソさんがピキッチに入ったきっかけはっていう質問をしましたけど、ジンの場合は20歳の時、学校にいてた時に、その時なんかバスから普通にこう降りましたけど、なんか、その時多分スカウトされたようですね。だから、自分の口で言いましたね、ジンさんが。私が、なんか遠くから見てもイケメンじゃないですかって感じですね。これがめっちゃ面白かったですよ。あ、ジンってこういうキャラだったっけって感じですね。私はそこまで詳しく知らなかったので、あ、ジンって面白いなって思いましたね。そして、こういう答えを聞いた MC 二人の表情が面白かったです。別になんか、事実なのは事実だけど、どんなリアクションしたらいいのかっていう表情になりましたね。はい、とにかくジンが言ったのが、その時スカウトしてた方がどういう風に言ったかと言ったら、生まれてあなたみたいな顔は初めて見たっていう感じでそう言いました。それを聞いたユンギが、そこまでではないでしょうって感じで言ったら、ジンがすぐ、これは番組じゃんって感じで言うのがすごく面白かったですし、そしてそれを聞いてた女性王さんがずっとなんか、ジンさんの話にすごく集中したようですよ。だから、目と目がずっと合ってたらしいですね。だから、ジンさんがいきなりちょっと、こんな感じですね。ちょっと近くてこう目と目が合うから、ちょっとこんな感じで、あ、ちょっと負担ですって感じで言ったのがすごく面白いですし、もともとからジンってなんか目と目が合うのが、それがちょっと苦手らしいですよ。ちょっと恥ずかしいのか。でもそれを聞いてたユンギが、自分も人の目をこう目と目が合うのが苦手ですって言ってるのが、
もう二人とも可愛いですし、なんか面白かったです。だからこの話をしながらもうお互いに見ないのがすごく面白かったです。はい、とにかくこんな感じでもう本当に面白かったですね、番組が。ジーンの話ですごく盛り上がって、ユンギの話からはまたすごく感動になりましたけど、こういうバランスがすごく良かったですね、とにかく。でも多分こういうバランスを自分が考えて、ジーンがそういう話をわざわざもっと面白くしたと個人的には思いますよ。兄として、なんか多分同然たちがこういう感じで話すのをもう分かってて、自分までなんかそういう暗い話っていうか、でもそれが事実だからみんな暗い話にちょっと、暗い話っていうか、過去の話をしたら視線にちょっと暗くなるのがバンタンじゃないですか。バンタンって本当に大変な時期が本当にいっぱいいっぱいたくさんたくさんあって、今のバンタンになったので、必然にそうなるしかないので、ジンはそれを分かったので、もっとそういう話も面白くしたと思いますよ。はい、皆さん、動画がちょっと長くなりまして、シュガーのユンギの話は次の動画でしますね。ちょっとこれがちょっと皆さんに伝えたい情報が多すぎて、ちょっと時間が長くなりますよ。なんかもうちょっと皆さんに、このメンバーたちが話してた、そのなんか話したかったメッセージを全部伝えたいので、これがちょっと動画が長くなりますので、それはちょっとご了承くださいね。私もこんな長くなるとは思いませんでした。とにかく、チャンネル登録して、プレイリストの BTS、BTS プレイリストに行って、それも全部見てくださったら嬉しいです。はい。とにかく、皆さん、今日の動画を見てくださって、本当にありがとうございます。ってことで。